皆さん、なぎっす。咲島ひかり役、花江夏樹です。テレビアニメ、なぎの明日からが10周年を迎えました。というわけでですね、この作品は、僕にとって、初めて主役としてオーディションに受かったとても思い入れの深い作品でございますが、最初にですね、電撃20周年祭のイベントでこう作品のね発表があったのを今もたまにというかもうなぎやすのこうことをこう思い出すときに一緒に思い出しながら、ああなんか時間が経つのって早いなっていうふうに思いながら今日ここまで過ごしてきましたが、当時はですね、右も左も分からなかった、僕をとてもこう成長させてくれた作品ですし、やっぱりこの、テーマがとっても、設定が面白いというかね、時間のやっぱり大切さだとか残酷さみたいなのもすごくここでですね、当時すごく感じることができたので、今ね見てもとても面白いんじゃないかなというふうに思っております。アフレコは本当だいぶ前なんで、ちょっとぼんやり当時の収録の時のことはぼんやりはしてるんですが、いまだにね超鮮明に覚えてる収録エピソードが一個だけあって、左右を演じられてる石原かおりちゃんがですね、このなぎやすのとあるシーンでですね、結婚の話があって、三親等っていうワードが出てくるんですね。それをずっと三等身ってずっと読み間違えてたのがとっても面白かったのは今でも覚えておりますが、とっても和気あいあいと、ちょっとドロドロもしてたんですけれども、役者陣はですね、楽しく収録ができたんじゃないかなっていうふうに思います。当時は見ることができなかった方もこの機会にぜひご覧ください。これからも海がなぐ場所で待ってるからな。また会おうね。